どうしよう、待って、なんかさ、あー水がめえなー、水がめえ。あれ、始まってる？始まってる？これは始まっておりますか？始まっておりますか？始まって、待ってよ。始まってる？ちょっと、水なんて呼んでる場合じゃねえ。いきます。メンバーが動揺しています。動揺しています。いきます。では、いきますよ。いきますよ。キーンコーンカーンコーン。はい、気をつけー、レイ、はい、どうもましてー、どうもましてー、こんばんはー、こんばんはー、みんな元気してる、みんな元気、元気ですか、みんな始まりましたよ、エルフィンのビセージホームルームですよ、始まりましたよ始まりました、愉快な仲間たちと一緒に番組をお届けしてまいります。ぜひご紹介お願いします。みんな、エルフィンのみゆみゆこと辻みゆと、みんな、エルフィンのフラワーこと花房理恵とパン、みんな、エルフィンのアーチャことアツチアヤカと、みんな、エルフィンのおぎばいことおぎらないこです。おぐちゃんだけふざけてるでしょ。ちょっとふざけてるよ。思った。分かってんのよ、私にも。ごめんごめん。ちなみにスタートの辻さん、これは何風だったんですか。あのちょっとイケボ的なね。あ、イケボ。格好つけて、格好つけてね、なんかちょっとねやろうかなみたいなね。なるほどなるほど。感じよ。なるほど、そんな感じよ。そんな感じよ。そしてた辻さん、はい、あの今日もね、あの背景それぞれリモートだからさ、個性出てると思うんだけど、なんかすごい美味しそうな定食、はい、なんですか、それは何ご飯ですか。すき焼きです。いやー、いいなー、いいね。だからね、私は毎回ね、自分が今食べたくなったものをね、廃棄にしてるんだけど、もうダメだったね、これを見つけちゃったらもうダメだったね、もう完璧、お腹の中はすき焼きですよ。お腹の中なんだ。お腹の中じゃない、頭じゃなくて、お腹の中で、これ終わったよね。それ終わったよね。美味しかったね。ね、美味しそうだよね。ねえ、ちょっと、ね、今回はちょっとね、みんなご飯縛りだけども、おぐまいの背景は、それは何ですか。でね、ウニと、カキなんだけどね、でもこれお前が食べたわけじゃないんだけど、ちょっとあれ、あのお母さんが食べたんだけど、美味しそうで最後食べたいなって思ってしました。めっちゃ綺麗じゃん、新鮮すぎるでしょ、絶対美味しそう、いいね、新鮮そうだね、よしよ、ね、いいね、なのでちょっと今回これを拝見しました。バルビー、いい感じでございます。そうなんです。私ね、ちょっと過去を遡るシリーズなんですけど、2年前の写真で、これ、キーマカレーかな、キーマカレーかな、キーマカレーだもんね、カレー好きなんす、キーマカレーです。いい、そう、ちょっとね、写真はね、撮る癖つけます。ちょっと最新のものがなさすぎてね、食べちゃうから。2年前でした。はい、キーマカレー、私といえばカレーでございます。嬉しい。フリアデザートだ、うん、これ。これはね、今日のお昼に作りました。あら、最新だ。まあ、ティラミスです。ティラミス、あれだね。だけどね、本当は葉っぱを添えたかったんだけど、葉っぱがなくて、絵文字で葉っぱつけて。あ、これ絵文字だ。これ絵文字だ。本当だ。よく見たら絵文字だこれ。よく見ると。iPhone のみんな持ってる絵文字です、これは。あれ、かわいいんだけど。天才だ。てなわけで、はい、メンバーそれぞれ美味しそうな背景をバックに、本日の番組をお届けしてまいります。はい。はい。はい、ちょっとこの番組の説明をね、ご視聴いただいている皆さんにさせていただければと思います。はい、エルフィーの番組ではですね、アバターを配布しております。番組配信中にギフトやコメントをくださった方に、自動的にアバターフォルダに入るプレゼントをお届けしていますので、ぜひね、コメントだったり、ギフトで一緒に番組盛り上げてもらえたら嬉しいなと思います。
そしてそして続いていきますよ。ショールームの説明をしていきたいと思うんですけれども、エルフィンの番組では、メンバーそれぞれがこれ風でって提案してくれたものに視聴者の皆さんが投票してくれて、その、一番だった一つで、ショールームの説明をしている番組でございます。はい。なので、メンバーから、何々風で読んで、ショールームの説明を読んでくださいっていうお題をもらいたいなと思うんだけども、はい、今日は私の回なので、挑戦させていただきます。チャレンジャーは話です。では、メンバーの皆さん、はい、プレゼン、お願いします。はい、行きまーす、はい、せーの、ドン、ドン、あ、落ちた。あらららららら、なんかまたこと豊かで、はい、と、一発ギャグを添えて、次、なんかこれ、既視感、え、なんでだろう、いつだかな、いつだ、いつだっけ、怖いね、怖いね、怖いわ、怖いわ、一発ギャグ、そう、枕、今ちょっと視界に入りまして、枕。どういうこと決め方あんねん、あんねん、そこにあんねん。なんで枕。枕が。あんねん、あんねん。あんねん。あんちゃんが普段使ってる枕さんかな。ナイス、枕が。あんねん。枕さんが。なので枕。あ、光栄です。ありがとうございます。お住まいが、春の妖精フレアバージョン。フレアバージョン。あ、なるほど、ね。前回オケラがやったやつを、そうだよね。やったらね、そう、いいなと思って、やってみました。確かに似合う、似合うね。天才的だったから、ちょっとそれはハードルが高いの。どこがいいよ。順番私が1でいいのかな。1、じゃあミミュ1、あっちゃん2、オグマイ3かな。はい、で皆さんの投票をお願いしたいなと思います。はいよー、はい、よいしょ、よいしょ、はい、ではメンバーの皆さん、視聴者の皆さん、大丈夫ですか？うん、それでは、投票スタートします。よーい、スタート。そう。何になるかな、何になるかな、何になるかな。皆様、お好きなものを、お好きなものをお選びください。お手柔らかにお願いします。イエーイ。どれがいいかな。じゃあ、そろそろ進みますよ。どれが、はい。はい。5、4、3、2、なんだろう、どうなるかな。あ、今でかわいカニ、イエー、あ、割れた、すごい、ほんとに許せる、あらあら、許せるよ、みんなも、君も、え、すごい、え、これさ、何1だから1ってさ、はい、と一発ギャグを添えてってどういうこと、どうやったら、辻さん、どういう風にしたらいいんですか。ファッションは投げやりだな。もっとなんか、もっと寄り添ってあげなさいよ、あなた。そんな投げやり。ほんとだよ、リーダーの意地悪。え、じゃあ、でも何もないとこが難しいんだったら、2をお題にすればいいんじゃない、うん、は2をお題にしてギャグをすればいいんじゃない。全然わかんない、よく何もお題ないよ、よく。だってどん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 お題増えてっちゃいそうなので、ちょっと、はい、あー、大変だこれは。そうですね、じゃあこれでやってもらって、はい、これでやってもらって、はい、オッケー、オッケー、ではいきますよ、うん、はい、と一発ギャグ、はい、頑張ります、はい、はい、では一発ギャグ説明です、はい、はい、よーい、スタート。みんな、カイトだよ。ショールームはアイテムを投げたり、コメントを書き込んだりしてもらって、皆さんと一緒に楽しむ番組です。ユーザーの皆さんが投げたポイントが多いほど、キャラクターが列の前の方に出てくるようになります。キャラクターが前の方にいる方がコメントも読みやすいので、ぜひ前に出てきてもらえると嬉しいです。枕だよ、これ。本当に枕。枕です。はい。もう一声、もう一声、もう一声、もう一声。わかんない。もう一声。笑わない。もう一声。どうしたらいい？前に来た、前に来た。かわいい。かわいい。かわいい。あ、いいよ、いいよ、いいよ、はい、いいよ、いいよ、はい。よっしゃー！イエーイ！よっしゃーじゃないよ。
よっしゃじゃないよ。ありがとうございます。あのね、そういう時はね、そこまで前やったんならね、エリマキトカゲとか一言言っときゃね、逆っぽくなるんだよ。はい、エリマキトカゲ。はい、オッケー。かわいかった。素敵なメンバーに助けてもらう。かわいい。